はい、今ですね、サンマリノにいます。でサンマリノのどこにいるかっていうとね、ホステルホステルサンマリノってところにいます。でそこでね、日本語を見つけました。ようこそホステルサンマリノへ。素晴らしいですね。日本っていうのは本当世界で好かれてますからね。日本が嫌いって言ってる国はね、ねそこへの中国、韓国、北朝鮮とかあのあたりぐらいのもんですよ。なので皆さん考えてください。よく我々がね、まあ、戦争を負けてね、で自虐史観教育を備え付けられてきました、ね、日教組左翼によってね。実際それら日本が、ね、アジアに多大迷惑をかけてきた、嫌われてる、何を言ってるんだと、ね、私は言いたいですよ。私はね、まあ、世界55カ国行ってます。で今後100カ国を突破するように行こうと思ってるんですけど、基本的に日本が嫌いなんて言ってくるのはほとんどないです。みんな日本っていうだけでね、すごく喜びますよ。これが真実なんです、ね、こういった真実をね、私はね全世界回ってね、皆さんにお伝えしようと思ってるんでね、まあ、ぜひとも皆さんこれからもねよろしくお願いいたします。